これは？これは何色なんだろう？みなさん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのクチュリエさんの、積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍フレームの268番、クレマチスの、こちらのデザインの刺繍をしていきます。これまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画は、概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルでは、クチュリエさんやセリアさん、ホビーラホビーレさんの手芸のキットを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速今回のクレマチス作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、まずはこの今回刺す図案の見本というか完成の写真が書かれている紙が1枚と、刺繍が完成したら中に入れるフレームが1つ、あとはいつものように刺し方とかセット内容が書かれている紙が1枚と、図案がプリントされてて裏に接着芯も貼ってある布が1枚、それから今回の刺繍に使う3本取り用かなの刺繍針が1本と、この白の刺繍糸が、これが5本分と、緑の刺繍糸が6本分、それから黄緑が3本と、茶色が2本、グレーが1本と、これは黄色かな？黄色が1本。これは？これは何色なんだろう？書いてないのが2本入ってますね。まあとりあえずいいか。足りないわけじゃないから、まあとりあえずよしとします。それではいつものようにこの図案の書いてある布に刺繍枠はめて、どんどん刺繍をしていきたいと思います。でまずはここの茎の部分から刺していくので、茶色の刺繍糸2本取りで用意しておきます。はい。じゃあ、茶色の2本取りにしてあげたら、適当なところに、ステイトをしてあげて、で、ここの茎の頂点から、糸を出してきて、アウトラインステッチをしていってあげます。で、ここの茎の部分は2本で、で、あとは、ここの葉っぱにつながってるこの1本も茶色でアウトラインステッチをしていきます。よし、じゃあどんどん刺していきましょう。はい、そしたらこの茶色の部分のアウトラインステッチのところが全部刺せました。そしたらさっき何色かわかんないのがだと思うんですけど、多分これかな。これが今度薄緑の2本取りに持ち替えてあげて、お花につながってるこの3本線をそれぞれアウトラインステッチしていきます。よし、そしたらこれもひたすらやっていきましょう。はい、じゃあこんな感じで薄緑のアウトラインステッチも3本させたら、今度は同じ色の3本取りに持ち替えてあげて、ここのめしべかな、おしべかなの部分を刺していきます。で、ここはストレートステッチとかかなと思ったんですけど、ここはねサテンステッチで刺し埋めていくみたいです。じゃあとりあえず一番長いところから、どうだろう、このなんか書かれている線の上を刺せばちょうどなんか埋まるんじゃないかなと思うので、それで刺してみて、あ、ちょっと隙間空いちゃうか。この隙間は後から埋めていくような形でやっていこうかなと思います。よし、じゃあまずはサテンステッチをここ埋めてあげて、でサテンステッチが終わったら、この先端の部分を黄色の2本取りに持ち替えて
フレンチナッツステッチ2回巻きでこの部分刺していきます。はい、じゃあこのめしべかおしべの部分も刺し終わりました。そしたら今度はこの葉っぱと花びらを刺していくんですけど、今回ここの部分全部スプリットステッチで刺していきます。この黄緑の3本取りにしてあげて、葉っぱの葉脈の部分から刺していきます。葉っぱのこの内側3本をスプリットステッチなので、まあどこから始めてもいいんですけど、一目普通に刺してあげます。こんな感じで。そしたら今刺したところの糸を割るように真ん中あたりから出してきてあげて、また一目刺してあげます。そしたらまた真ん中あたりから糸を割って出して一目進む。これを繰り返していきます。葉っぱのところは葉脈と葉っぱの色が違うので、まずは葉脈の部分を黄緑色の刺繍糸3本取りで刺していった後、今度は緑の3本取りに持ち替えて、この葉脈の外側だったりとか間を同じくスプリットステッチで刺していきます。お花の部分も同じように刺していくんですけど、お花の部分は全部白なので、まずはこの線が書いてある部分をスプリットステッチして刺してあげたら、そこの隙間になっているところをスプリットステッチして刺し埋めていきます。一気にやっていきましょう。はい、じゃあ黄緑色で葉脈を刺した後に、葉っぱの部分を全部スプリットステッチで刺し終わりました。そしたら今度は白の3本取りに持ち替えて、この残りのお花の部分刺していきたいと思います。じゃあまずはプリントされている線の部分を刺してから、その間を埋めるようにスプリットステッチやっていきたいと思います。でここのこの部分がちょっと葉っぱとかぶっちゃっているので、線が見えているこの部分だけまずは縁取るようにスプリットステッチを入れてあげて、でここで葉っぱの部分と合流しちゃって見えなくなるので、ここで一旦終わらせようと思います。でここで終わらせて、で下の部分から次こっちがいいかな、真ん中のライン、このラインから出してきて、こんな風に戻っていきたいと思います。で刺し方の説明書きがされてる方に、この隙間の部分刺し忘れないように注意っていう風に書かれてたので、他の縁取りする前に忘れそうなここだけ先に刺してしまってもいいのかなと思います。よし、じゃあそんな感じで残りのお花の部分も刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでお花の部分も全部刺し終わりました。そしたら最後はグレーの2本取りに持ち替えて、いつもと同じようにここの文字の部分をバックステッチで刺して完成させていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでグレーの2本取りのバックステッチで文字の部分も刺せたので、これで刺繍の部分全部完成になります。ではいつものようにあとはフレームに入れて完璧に完成させたいと思います。じゃーん、今回のクレマチス完成しました。はい、でこの間作ったこのバラいちごと比べると全然
雰囲気が違っていて、まあ、こっちの方がちょっとシックな感じに仕上がってるかなと思います。なんかこっちの方がどっちかっていうと絵画っぽい感じがするかなと思います。でこっちは結構ポップというか結構可愛い系に仕上がったかなと思っております。この2つをはじめ近々プレゼント企画をしようと思ってますので、サンプラー刺繍欲しいよっていう方はぜひサリーのライブの方にも遊びに来てください。でそれでは今回のクレマチスの豆知識なんですが、今回作ったクレマチスには初夏に咲くものとか、あと四季咲きのものなどいろんな種類があるみたいなんですけど、今回作ったこのベル型のクレマチスはその中でも冬咲きのものになります。葉っぱはつる性なので剪定が必要になってくるんですけど、つる性の特徴を生かすアーチやフェンスに這わせてあげたり、あとはプランターに入れて吊るしてあげても可愛く飾ることができます。ちなみにこの冬咲きのクレマチスなんですけど、天使の鈴っていう可愛い名前がついている品種もあるようなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいませ。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてセリーのチャンネルではこうしたクチュリエさんやホビーロホビーデさん、セリアさんなどの手芸のキットを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメント本当に励みになっております。ありがとうございます。それではまた次回の積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ、また見てねー。